どうもこんばんは、加瀬祐介です。今日は2023年の5月じゃなくて6月の2日ですね、もう6月に入りましたというところで、今回はですね、化け物語のガチャを引いていきたいと思っております。今ですね、 G の方が 13,230 ということで、見事に1万円の課金をいたしましたということで、まあ、今回1万円課金したんですけど、前回の、お知らせの時、まあ、あの前回の、まあ、考察の時ですね、まあ、キャンペーンみたいなものがあれば1万円使おうと、でなければまあ 3,4,000 円ぐらいで済まそうっていう話をしてるんですけど、まあなんというか、まあ読み通りといえば読み通りなんですよね。私の中ではかなり読み通りという感じでしたけども、あの例の MJ チップ大放出キャンペーンというのがあって、どうなんですかね、これ毎月やってるのかどうかというのはちょっと知らなかったんですけど、割と毎月イベントなのかなとか思ったりしています。なので1万円分課金したら、ゴールドが1万3000円プラス MJ コインがですね1万円ぐらいプラスでもらえるということで、まあ、今ちょっと何個か受け取ったんですけど、受信ボックスからちょっとまあ見ていただくとですね、まあ、大放出キャンペーンという形で全部で9個のプレゼントが届きましたと、まあ、こんな感じでログインしているプレイデータ側で受け取れます。 MJ チップ、カジノチップ、ゴールドチップは一部の異なる OS では共通利用できませんよと、まあ、そんな感じで9000以上のゴールドを購入に対して MJ チップ1000ゴールドみたいな、なんかそんな感じでですね、全部で9個のプレゼントを受け取って、送られてますんで、今からそれを受け取ると、まあこんな感じで1000ゴールドですね、 1000MJ チップが、まあ全部で9個、あこれ2000か、これは2000で、1000か、まあそんな感じでですね、キャンペーン分多くMJ チップをもらえますという、そういうやつですね。だからまあこのこういうイベントでこうやってプラスしてもらっておけばですね、まあいくらか課金すればそれなりにあの MJ チップをまあただでというか、あの割と無限に使えるとまでは言わないんですけど、かなり余裕持って使えるんじゃないかなと思いますので、今 MJ チップが 21,940 となって、ゴールドが 13,230 ということです。はい、ということでそのようないきさつがありますから、今からですねガチャをめちゃくちゃ引こうかなと思っております。まあ今回の動画は一応ガチャを引くだけの動画にしようかなと思ってますんで、様子を見ていただければありがたいかなと思っております。今現時点でキャラがまだ荒木くんと八九時カンバル羽川さんはまあ取ってないと、でアバターアイテムのこの背景ですね、背景は外れなんですけども、1,2,3,4,5,6,7 個も取ってますね。で欲しかった BGM は0で、上がりボタンこれも外れなんですけども、1,2,3,4,4個持っておりまして、宅背景は1個ということです。さあ1万3000分全部使っていきたいと思いますんで、最後果たしてどれだけ取れるのかということで見ていただければなと思います。はい、ということでもうどんどん引いていきます。とりあえず一喜一憂しながらガチャを引いていきたいと思います。はい、外れですね。はい、500円がまずは外れからスタートしまして、はい、これ背景が当たりすぎるような気がするんです。全部背景取るような気がするんですが、あ、BGM 来ましたね。バイバイチャンス BGM。はい、どういうのかちょっとわかんないですけど、まあまあ BGM はなんか割といいのが結構あったなと。はい、翼タイム、BGM です。あとキャラがですね、一応3体ずつあるのに、あ、荒木くん来ましたね。荒木くんは外れですけども、まあでも、あの主人公ですからね。はい、これはボイスじゃなくてボタンでした。はい、そしてこちらは、BGM ですね。まあ BGM 当たりです。とりあえず取れるやつは全部 BGM 欲しい。あ、荒木くん2個目ですね。はい、ぜひカットインまで欲しいキャラクターがいっぱいいるんですけど、まあキャラクターはどんどん被って欲しいところですが、はい、BGM ですね。BGM は当たりですが、そろそろキャラクターが欲しいんですけど、あ、来ましたね。八九時迷い。八九時はなんかそこまでっていう感じですけどね。はい、そういうことでした。
まあ、ハチクジも結構面白いキャラクターなのは間違いないんですけど、てかめちゃくちゃキャラが全然出らん、これ羽川さんが出らんということがあるかな、もしかして。とりあえず下着2個目ですね。スペシャルボイスはもちろん欲しいんですけど、カットインまで欲しいんですけどね。あ、はいはい、高い池来ました。さあここらであといくら残ってるか、半分来ましたね。半分使いましたよと。サクサクいってるんですけど、結構恐ろしいんですよねこれは。まずですね、まあ今ちょっと半分来たんでちょっと振り返りたいんですけど、まあ、1万円使ってみたいんですけども、とりあえずキャラでカンバル、あと羽川さん、この2キャラが出ていないというのが非常に恐ろしいですね。であと背景が残り 1,2,3,4,5,6,7、 背景がまだ7も残ってるんで3500円分残ってるっていうのがちょっと恐怖です。そして BGM は4つぐらい撮ったのかなと思います。あとボタンもこれまだ 1,2,3、4つ残ってますね。はい、ということはもういよいよ、まあ、あと高背景も欲しいやつばっかり残ってるんで、うん、高背景はどれが出ても当たりですね。そしてキャラクターも、ひたぎ、羽川、戦国、なでっこ、まあ、このあたりはレベル3まで行ってくれるといいなと思っています。もちろんカンバル、羽川さん、どっちも、まあ、1個ずつは絶対欲しいなと思っています。多分追い課金まではしないと思うんで、はい、残り6200分打っていきたいと思います。そろそろキャラをちょっとコンプしてほしい。はいはいはい、来ました来ました。カンバル、スルガ、カンバルもまあまあまあ好きかなというところですね。はい、背景です。背景が出ると胃が痛くなるんですよね。あー、出た。背景をコンプリートしてしまいそうな勢いなんですけども、あ、来ましたね、ハチクジ2個目。うん、まあまあ好きなキャラなんでOK です。とりあえず羽川さんがそろそろ、あー、このあれは中でも外れな高い系でした。そろそろ羽川さんが欲しいんですけど、あー、出ました、外れボタン、やばい。そろそろ羽川さんが欲しいんですけど、うわー、外れボタンをコンプリートしてしまいそうだ。羽川さん、あー、これもまあいいんですけど、ちょっと羽川さんがマジで取れなさそうな気がする。うわ、背景か、ちょっとなんか悔しくなってきた。やばい、あと3回しか行けないんで、これ羽川さん無理かな多分。うわ、ボタンか、そろそろちょっとイライラしてきた。あ、8くじコンプリートしました。ラストです。まあ8くじコンプリートか。てか宅配系とかも欲しいやつほとんど取れなかったんで、あ、戦国なでこ来ましたね。これで終わりか。いやー、非常に心残りなんですよね。あと欲しいやつがほとんど残ってしまったんで、ちょっともう一回確認しよう。まずカタログで羽川さんゼロ、もうこれはちょっとショックですが、あと背景をいっぱい取りましたね。まだでも背景もあんま残ってますね。サンプル、あっと BGM もまだ半分以上残ってて、でボタンが2個残っていますね。で宅背景も欲しい背景がいっぱい残ってるんで、どうしようかな。もう一回課金しようかなこれ。どうしたものか。ちょっとお金を使いすぎているような気がするんですけど、ちょっとこのままではちょっと終われないなという気がしているので、もう一回リベンジしたいと思います。ちょっと今日はもうやめておくんですけど、まあちょっと欲しいやつがかなり残ってるんで、このままでは終われないなという感じです。でちょっと本当に今回は思い入れがあるんで、ちょっともう一回やってもいいかな、キャンペーンもありますからね。いや、かなりちょっと残念な結果になってしまったなと思っています。まあ拍手ってあんまりいい引きを期待してはなかったんですよね。やっぱり背景が多いんで、
背景が多すぎるからいい引きが期待できないとは思っていましたけども、ちょっと一回りぐらい引きが悪かったですね、これは。いや全然撤退してもいいんですけども、キャラクターも、まあ、羽川さんがでも結構欲しかったんで、まあ、正直言って戦場ヶ原ひたぎと戦国なでこが一番欲しかったんですよね、実は。でその次ぐらいに羽川さんだったんで、まあこれはちょっとリベンジが必要ですね。はい、ということで今回は一応ここまでにしておきたいと思いますけども、ちょっと次回リベンジしようかなと思います。まあ、 お金を使いすぎている感はあるんですけども、実は今日もちょっといろいろ買い物したんでお金を使いすぎてはいるんですが、ちょっとこのままでは引き下がれない感が出てきましたので、ちょっと次回に、もう一回リベンジしようと思います。ちょっと残念なんでもう一回やりましょうということなんで、最後ちょっとだけ確認をして終わりにしようかなと思います。せっかく撮ったんでキャラクターを見て、行こうかなと思います。キャラクターとりあえず8時迷いはコンプリートしましたんで、カットインまで、はい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 、はいはい、まあこんな感じで、やっぱりカットインまでやっぱり欲しいなって思った次第ですね。一騎当選の時も1キャラだけだったんですよね、カットインまでは。はいはい、ということで、まあキャラクターはちょっともう一回チャレンジしたいと思います。あと BGM はどうでしょうかね。ちょっと BGM でいいやつ撮れたのかどうか。ああ、これ結構かっこよかったですね。で、これはなんかまあそれなりというか。ああ、なんかこれもなんかリーチした時の音楽にちょうど良さそうな感じですね。ああ、これか。これはまあまあまあというところです。これもなんかちょっとイマイチでしたね。はい。というところで、以上にしたいと思います。はい。ではまあ、ちょっと1万円使ったけど、ちょっと物足りないということになりましたけど、まあ本当にチャンスというか、なんというか、多分本当にコラボの中では一番だと思うんですよね。これ以上のコラボはもうないと本当に思ってますんで、もう一回リベンジ頑張りたいと思います。はい。ということで、見ていただいてありがとうございました。またリベンジに期待していただければと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。